めそうになった時に、さらにそんなことだからこそ愛を持ってやろうと力をくれる言葉です。自分自身を映し出す鏡のような言葉です。出会いを大切にし、感謝の気持ちを忘れないことです。多様な文化、価値観を知り、考え、行動することです。大切な人のために祈ること。人の悩みや相談を聞いてあげることです。相手への愛です。自分にも何かできるという可能性を広げてくれること。今私ができることを精一杯やることです。イエス様ならどうするか考えること。神様が与えてくれた宝をどうやったら使えるか日々考える。